仙台で初めて開かれている NHK 杯フィギュア、仙台市体育館のリンクに日本のナンディ・ヤスハル登場です。大きな歓声が迎えます。福岡の中村学園大学の4年生、シニアのグランプリシリーズに参戦して3シーズン目、 NHK 杯初出場です。ベートーベンのピアノソナタ月光、最初にトリプルアクセルです。トリプルアクセル、このあと2つ目の要素がジャンプコンビネーション。トリプルフリップ、トリプルトーループ、きれいに決まりましたね。もう一つジャンプをここに持ってきます。トリプルルッツ、かなり早い時期から今シーズンはショートプログラム月光でいくと決めて準備を進めてきました。スピンでもステップでもしっかりとレベルを取っていきたいという話をしています。話をしていましたが、いかがでした？そうですね、上半身も上手に使えてましたし、深いエッジで正確なステップを踏んでました。月光を演じましたナンディ・ヤスハル、初めての NHK 杯ショートプログラム、この充実の表情です。いや、良かったですね。そうですね、すごい落ち着いて滑ってましたよね。はい、一つ一つ自分が確実に飛ぶんだという、自信を持って飛んでましたね。そうですね、まあ、今シーズンはアメリカ大会で10位、その10位のアメリカ大会の時には風邪をひいてもう体調が本当に悪かったんだという話をしていまして、この NHK 杯に向けては調子も上がってきてますと自信を持っていたんですが、これ最初のトリプルアクセル、トリプルアクセル綺麗に決まりましたね。トリプルフリップから、トリプルトーループのコンビネーション、はい、2つ目のジャンプも浮いてましたね。はい、昨シーズンから
ジャンプだけではなくステップやスピンの上達が素晴らしいですよね、はい、スピンの軸そして回転の速さ本当に今シーズン昨シーズンよりも良くなっていると思います。アメリカ大会の時にはそのステップスピンの時にレベルをなかなかもらえなかったんですけれども今日はしっかりとこうステップもスピンもやっていたように見えたんですがね。そうですね。うん、思った通りにできた後のこう気持ちよさというのはこの画像からも伝わってきますね。はい、さんの得点。さあ得点です。技術点まずは技の要素の得点です。 38.70 です。あ、これは高い得点が期待できます。 28.85。演技全体の構成要素のプレゼンテーションも 28.85、 67.55 です。パーソナルベストです。パーソナルベストを大きく更新しました。現在の順位は第1位です。